下の付け根の方の筋肉って本当はこの歯の上につくぐらい盛り上がってるんですって。こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画はアンブッシャー周りの筋肉と下の、まあ、奥の方の筋肉、まあ、下かな、下の筋肉にいいんじゃないかなと思う体操を皆さんに一つご紹介したいなと思って撮っております。まあ、タンギングはフルートの演奏に欠かせませんよね。シングルタンギング、ダブルタンギング、アーティキュレーションによってティーラタタとかタタティーラとかティーラ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 とタンギングなしでのフルート演奏は考えられないんですけれども、タンギングするには舌も使いますし、フルート演奏する時の口の形をアンブッシャーというから、やっぱりこの辺の細かい筋肉使いますよね。で、私のチャンネルご覧の皆さんで、まあ、10代20代とか方も見てくださってるかと思うんですけれども、そういう方はね、今ちょっとわからない、そういう感覚わからないって言われるかもしれないんですが、まあ、年を重ねてくるとこの辺のこの体の筋肉だけじゃなくて顔面の筋肉も、まあ、舌もそうですけど、見えやすいのは顔面の筋肉ですからね、ここが落ちてくるんですよね、やっぱり、うん、で舌のそれは皆さんわかると思うんです。顔面の筋肉が落ちてくる、で下の筋肉もきっと鈍ってくると思うんですよ。若い時の方がタンギング早く俊敏に、効率よくできてたなっていうことも、年を重ねてくるとなかなかそれが自分の思ってるようには動いてくれないっていうかね、まあ、練習もあるんでしょうけれども、やっぱり物理的に加齢っていうか落ちてくるところですよね。でその時にフルートだけでね練習するのはもちろん効果的だと思うし、それは最低限なんですけれども、まあ、普段のなんか日常生活の中でもっと気軽に手軽にできないかなって思うことをこの前教えてもらったんですよ。しかも歯医者さんのエシスさんに、ちょっと今日その話をしようと思います。だからフルート使わないんですけれども、アーユベ体操っていうのがあって、どういう体操かっていうと、まあ、あ、い、う、で、ベっていうのはアカン、ベのベ、ベなんですって。で、まあ、アカンベって大人になってからベってすることって皆さんありますか？まあ、子供とか時はね、アカンベとかやってたかもしれないけど、まあ、大人になってそういえば私もベってやらないなと思って、まあ、もちろんなんか風邪ひいた時にお医者さんにベってやるとかはあるかもしれないけど、日常的にはベなんてやらない。で、そのあいうえおじゃなくてあいうべ体操っていうのが、その内科の今井先生だっけ、今井先生っていう方が考案された 体操なんですって。あーとかこう大きく顔の表情っていうか筋肉を使うことってあんまり大人になってないじゃないですか。だから意外とこの顔の筋肉って表情筋とか知らないけど使わないんじゃないかなと思って、大人になってね。でやっぱそういうことで使わなかったらやっぱり衰えてくるし、使わないのは衰えるから、まあ、舌も一緒で、それって結構フルートの演奏にも間接的にやっぱりちょっと影響してるんじゃないかなってなんかピンと思ったんですね。その食べ物食べた時も食道に入れるのか気管に入れるのかっていうのがこの舌の筋肉によって多分分けると思うので、そこの舌の筋肉がねやっぱりフレッシュでピチッとしてないとむせちゃうっていう原因になると思うから、このアユベ体操がどこまでそのフルートの演奏に直接的にはもしかしたらあんまり意味がないのかもしれないけれども、でもやっぱりこの辺の筋肉とか、下の筋肉っていうのはすごくフルートの演奏にとって大事だからね。だから、フルートを演奏練習するだけじゃなくて、実際にその音を出して練習するだけじゃなくて、もう本当にこの今私がこうやって喋ってる間とかでも皆さん聞きながらやっていただいたらいいと思うし、洗濯も干しながらとか、まあ、今井先生は入浴の前とか、まあ、ちょっと決めて、あとはいただきますってする前に10回の体操をやるとか決めてやるといいよっていうなんか風に書いてあります。で、まあ、こういう方におすすめですっていうのがあって、まあ、皆さんチェックしてみてくださいね。口がいつも開いている、なんとなく疲れやすい、だるい、やる気が起きない、手軽にいつでもどこでできる健康法が知りたい、アレルギー性疾患で困っている、まあ、花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎、フルートでダブルタンギングが早くできなくて困っているとか、そんな書いてないけどね、これも結構私私たちフルート奏者にとっては大なんか生きるんじゃないかなと思って、私も数日前からやってます。気づいて、あ、い、う、で、べは、べって結構しっかりめに、だから慣れてないと最初は疲れますって書いてます。だから、まあ、1日30回が目安だけど、まあ、2、3回に分けて、だから1
回、あ、ワンセット10回ぐらいでちょっと休憩して、また気づいた時にやるとか、別に30回やらなくてもいいと思うし、気づいて3回ぐらいでもいいと思うし、そういう風にやっていくと、この辺の、まあ別にそのドライ回しとか免疫力アップとか関係なくても、まあ、振るとね、その下の付け根とかこの辺の筋肉アップにもなんか効くような気がしてるだけかもしれないけどね。下の付け根の方の筋肉って本当はこの上につくぐらい盛り上がってるんですって。こんな冊子をいただいたんですけど、これね、でも加齢によってやっぱこう舌が前に出てきて、この盛り上がってる筋肉が少なくなるんですって、うん、まあ、少なくっていうか衰えるっていうかな。こういうのは結構大事だったりするよね。私も筋トレ本当のね、本当のっていうかジムに行ってちゃんとこう、スクワットとか正しいやり方、正しいフォームでやるやり方を教えてもらって、まあ、週に1回ですけど、できない時もあるけどね、それをまあ何年間か継続してるうちに、やっぱりそのフルートの演奏に聞いてるんだなって思うことが結構ありましたのでね。だから直接的にこれを練習する、もちろんこれを練習することはそう大前提なんですけども、これを練習せずに一人でにフルートが上手くなるということはないと思うけど、でも何か例えば分かんないけど歌ったりとかもそうだと思うし、筋トレもそうだと思うし、その中でねこのアイウベ体操もね加えると、もしかしたらちょっと間接的かもしれないけど、なんか有効になるかもしれないですね。とりあえず私は、まあ、気づいたらやってみようかなと思う。確かにちょっとしんどいですね、真剣にああいいってやったらね、はい、っていうアイウベ体操を今日はまあ、わかんないけどね、まあ、私間違ってるかもしれないから、皆さんでこれやるのって結構ここ使うし、ベーってやると、うん、しんどいから、その辺はちょっと皆さん加減してですね、ちょっとそれでなんかどっか痛めたとかならないように、ご自己責任で加減してぜひやるときはね注意してやってみてください。あとは今井先生のねクリニックのホームページなんか見て、まあ、アユベ体操でググったらたくさん出てくるんです。私も調べたらたくさん出てきて知らなかったからっていう、今日はそんなお話でした。まあフルートにね直接関係なかった、申し訳なかったんですけれども、いつも本当にご視聴ありがとうございます。それではまた次回。